歌ったりね、体操したり、七瀬のイベント盛り上げたりさ、ポンポンさんこうありがとう、さくらさん、よせさんこんばんは、ナイスポチっていつもありがとうございます、さくらちゃん、ポンポンさんこうありがとうございます、ありがとう、キティちゃんごめんね、ローソンさんお帰りなさい、ありがとう、ランニーちゃんこんばんは、ありがとう、ノラヤさん咳が流行して、なんか喉が渇いちゃうんだよな、何もね、ペットボトルってね、コーラ飲みます、あポテトさんね、サイダーもありますよ、あすみれちゃん、よせさん、夜ご飯食べましたか、食べない、食べないよ、うん、買ってきてくんないんだもん、嘘ばっかりね、う嘘べえよ、うん、ね、さ、あの、買ってきてくんない、うん、行くって言ってめんどくせえって言うんだよ、ダメだよそれじゃ、うん、ね、そんなことがめんどくさいでね、生きていけないよ、人生、そうでしょ、すみれちゃん、ゆうせいさん、ご飯食べた、食べないよ、あゆみちゃん、しんごさんだ、かいがな、嘘うケチなガキだね、ポテトさ、だって別にさ、ウインナーとかさ、肉とかさ、パンパン餃子とか後にそれやるって言ってんのに、汚れるから嫌だってね、もうめんどくさいじゃん、もう汚れるからとか、そういう問題じゃねえんだよ、今日デーで疲れてる、わかる？デーデー行く前に片付けた、ゆうべ、ゆうべあんた逃げたよね、片付けないでね、ほんで帰ってきてまたでやるんじゃね、休みだったらいいよね、行ってくると疲れるよやっぱり、あ信号自分だけ外で食ってきた感じ、食ってないです、俺も腹減ってます、ポンポンさん、俺だったらウインナーとか焼いて食いたいけど、あもうこちら、あなたがお金使わせないから、慎吾さん、サラダも買ってきてくださいってね、もうお店やってないよ、さくらちゃん、うん、やってねえでしょ、どこも、うん、やってる店あるの、まろやか納豆が、納豆とご飯があるじゃないですか、あるんかい、納豆とご飯と、カブキュウリと、あの納豆を今日、生協が持ってきたんだよ、クワンがあるじゃないですか、納豆は今日、うん、あー、さわやかちゃん、ケツにうんちついてる、しんごあー、まゆげちゃん、こんばんは、お疲れ様、ありがとう、まゆげちゃん、すみちゃん、入れ歯がなるの、あるよ、さくらちゃん、コンビニでサラダ、そうだよね、コンビニやってるよね、まだね、しんご、コンビニやってんじゃない、作ってんだけど、めんどくせえ、あ、行くのや、やっけだって、うん、いや、やっかいとかじゃなくて、焼きそば作れても作ってんだよ、何言うと思うんだ、コンビニね、なんかあるんだな、コンビニの方がいいよな、うん、おしんさん、デイサービス、お疲れ様でございます、まゆげちゃん、よせさん、コーラ飲むんですね、カップ焼きそばさ、お湯沸かしてさ、これ全部開けてんのにさ、それでコンビニ行けるのに、用事はねえよねって、お兄ちゃんめんどくせえがりだからね、そうだよ、言ってることおかしいからな、たまにめんどくせえがりやね、お前がめんどくさいからめんどくさい、違う、お前グったんだ今日、お前がめんどくさいからめんどくさい、そうじゃねえよ、言ってることめちゃくちゃ、藤間と行くって言ったよな、ヤオコ両方は無理だけどって、嘘だよな、新さんナイスっていつもありがとう、兄ちゃん威張ってる、うん、そうだよな、うん、ああこちらうなぎさん、コンビニ高いじゃんって、イベント盛り上げたい、ポンポンさんこうありがとうございます、ミントさん、さんこんばんはナイスポチデイサービスお疲れ、ありがとう、こちらポンポンさんこうありがとうございます、しんちゃん、ポンポンさんこうありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、皆さんスーパー席割れ、この子は食べら逃げるよ、悪いけんどってね、ゆうきちゃん、しんごってありがとうございます、ありがとうございますね、うん、皆さんありがとうございます、うん、10時26分かい、早いな、時間経つ、ありがとうね皆さん、うん、
ありがとうございます。ね。かずやちゃん、ポンポンさん、こう、ありがとう。かずやちゃん、ありがとう。はい、ね。まったくね。私、何ご飯の支度する大ごとなんだよね。うん、普通の体じゃないからね。あ、こちら、イベント盛り上げたい。ポンポンさん、こう、ありがとう。ありがとう。このクソガキ。うわ、あれを使えって言ってね、あそこの。持ってっちゃったん。あそこの使ったでしょ。なんでガチャ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 くっつかむしよ。ガチャ。もううるせえ。もうだるい。だるいだ、向こう行けんな。俺のだけ作って。一時だるいんだよ、お前。足がギクギク。おことだよ。ね、うん、何がだりんだな、バカ野郎が買い物行け。買い物行くんがだりんだったらな。今、買い物じゃない。お前がああだから言ってるのがうるせえ。おい、悪いけんだよ。おしんこ切ってよ。これ汚れてんじゃないの？濡れてんじゃないの？ああ、ハサミが。やだよね。濡れたのそのまま置かれたんじゃ。いいや、後で洗うから。こういうバカだから。ね。だからうちが汚れるの。ね。おしんこさ、うん、切ってるんだよ、ハサミで。うん、ハサミ濡れてても拭かねえ。よとやろ。なにここ入れんだよ、バカ野郎が。濡れたのよ、クソガキ。バカ。お前なんか人間じゃねえよ。やることなしことクズだ。お前人間じゃねえよ。はっきり言って。この世生きてねえ方がいいと思う。バカ野郎が。クズがよ。この世に生きてる価値はねえわ。バカで。親でも言うよ。よとやろうだよ。何もしねえで毎日日曜日だよ。おててつないで幼稚園。君はなんとかなんとかでってね、バカガキ、わかる？そのぐらいの頭しかないんだよ。おててにつないで幼稚園だよね、うん、なんでこんなことを言うのって、あそこねって、あ、買い物行ってくんないんだよ、うん、ね、リンタンありがとう。あそこまでさ、よろしかったらナイス、よろしくね、よろしくね、うん、はじめまして、よろしくお願いします。かずやちゃん、ありがとうございます。ありがとうね。あー、なに、あー、すぐ人間国宝じゃなくなるよって、うん、エリンタン、なんでって、なに、うん、ポクチンタン食べてる、なに、ピロコングさん、エリンタン、訪問介護入れよって、笑わないでよ、あんた。訪問介護入れてなんで笑うの。笑うはねえだんべよ、おめえ。わかる？うなぎさん、毎日毎日総菜買ったら高いじゃんって。高いけどさ、あの子片付けないからね、使っても。かずやちゃん、コメント読んでくれてありがとうございますって。とんでもないですよ。ありがとうね。よかったらナイス、よろしくね。ナイスね、親孝行するための仕事頑張ってますよ。そうなん、偉いね、和也ちゃん。和也ちゃん取り替える、うちのこと、うん、チンゴなんか買ってきてあげてよって、ありがとう。こちら風船ありがとう、ありがとう。おれんたん、こんなおばあちゃん配信できるってすごいね、長生きしてね、でありがとう、うん、ありがとう、こちら、ナイス、ね、うん、何、うん、してますよ、何、うん、え、何これ、うん、洗うのは全部俺だよ、うん、頭くるよね、ってね、あ、イベント盛り上げたしさん、ポンポンさん、こう、ありがとう、レンタンポンポン、ありがとう、一瞬で好きになりました、よろしくお願いします、って、ありがとうございますね。あー、こちら、さわやかちゃん。あー、チンゴ、朝晩だ。え、イベント盛り上げたさ、ポンポン10倍ありがとう。あ、10倍ありがとう。イベント盛り上げたさ、ポンポン参考、ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう。ね。あー、ちょっと待ってくんないね。足が来てんだよ。前田かりさん。くまちゃん、ありがとうございます。ありがとうね。靴は虫うるせえ。あ、ば、うわって、ブラブラブラ、
ポーンとありがとうございます。さあ、けくまさんありがとう、うん、ね、なんかさ、うん、ひどいな、うん、何も買ってきてくれねえよ、うん、風呂入れば電源切れねえ、インスタント焼きそばならあと1個あるねでね、パンパチ、はい、アイテムパチパチ、ペイちゃんありがとう、からしマヨネーズマシマシ、おい、からしなんかいらねえだよ、ほら、からしマヨネーズ、マヨネーズ、いやだね、ずいぶん量が多いじゃねえかよ量が多いじゃねえかよ、あんたなあ、あ、立てねえんだよいやいやいや弱った、いやいや立てねえ、困ったなあ見てこら、おしんこのつゆね、平気で打ち合うんだよ、こういうのはね、あいて濡れねえように打ち合うんだよ、バカは死ななきゃ治らねえ、ブーって、ありがとう、ありがとうね、こんなバカじゃどうしようもね、だから死なかめちゃくちゃね、こういうバカはねダメ、おしんこの株ね、つゆがあるのね、ボーンと打ち合うの、頭がない頭がない証拠ね、だからうちの畳も汚ねんだよ、わかる、こういうバカはね世の中渡っていけねん、わかる、バカは死ななきゃ治らねえってね、そんなもんだよ、相手足が痛いんだよ、このクソガキまた散らかしてくから見て、自分で食ったもん片付けねえかんね、絶対私がまた終わってから片付けんだよ、こんなの当たり前だよ、何もできねえクソガキだからよ、いまだにねペットボトルがうちあれねん、ほいでめった買ってくるバカじゃねえな、お風呂へ入れば電源が切れねん、こういうやついる、笑うよあんた、38にもなってな、こんなバカいねえぞ、本当に、うん、本当クズだからな、本当めんどくせえっつうんだから、買い物行くっつってよ言ったんだよ、買い物行くって両方行くんかいって、クジマートだけでいいよって言ったんだよ、俺両方いがねえよ、めんどくせえって、うん、普通じゃねえよ、ほんでてめえでな、納豆飯食ってな、あのまま行っちゃうから見て、片付けねえからあのバカ、私に全部やらせんだから、分かってる、僕もあれですよ、一平ちゃんとご飯と、はっ、笑うわ、浅漬け的なやつと、はっ、笑うわ、ご飯ですよ、笑うわ、バカ野郎で、僕だってよ、僕っつう顔してるかいな、納豆ご飯、タンタンタン、キノキン玉は、タヌキの腹だよ、あんた、タンタン、タヌキの金玉は風もないのにブラブラ、納豆ご飯とか食いたいですか、食いたくない、あんたが作ったの食いたくない、お健康とか、あ、結構結構毛だらけ、俺が作ったの食いたくないの、あ、いらない、あんたの嫌い、あんたは大嫌い、俺が作ったんで募集します、じゃあ私やりませんよ、これやりませんよ、あれ、ヨネさん、あれ、俺が作ったの食わないじゃなかった、やりませんよ、じゃいいですか、やりませんよ、寝ますよ、大事だから、どうするんですか、どうするんですか、あんたの答えは何ですか、聞かせてください、ああね、夢の中へ、夢の中へ行ってみたいと思いませんか、だよな、バカガキがよ、なんだよこの野郎な、バカたれこんなもの、人間のくずっぺだよ、わかる、こんなもんが作ったもん食わねえよ、バカ野郎が、それ俺が作ったんすけどあんたね、片付けちっともしないんだよ、何やっても片付けできなきゃダメだよ、人間は生きてくっつうにめんどくせえっつうじゃどうしようもないべ、俺だって文句言う、生徒にも作ってあげたんだから、そんなそこまで言わなくてもいいと思います、作ってやったってよく言えるよなお前が作ってくれって言ったんでしょ、親虐待してやがってよ、このバカが、いやいやいや、お前虐待じゃねえか、親を、語弊があるからやめた方がいいって、本当に虐待してるように聞こえるから、また通報されますよ、虐待じゃねえん、これ違うんかい、俺はそう思うけど、あんたに助けてもらったことはねえで、悪いけど、こっちが助けてやってる方じゃねえんかい、違うんかい、38歳でヘミで腹高い、よと野郎、風呂へ減って電源消せたかい、よと野郎、お前普通の人間じゃねえよ、バカ野郎、普通の人間じゃない、冗談じゃねえよ、あんたよりしっかりしてるよ、
私借金なんかねえよ。お前みたいなクズじゃねえよ。そういうことは言ってないんです。皆さんにね、冷蔵庫のもん見せましょうかね。あのね、わさびとかね、ね、あとはね、うん、あの生姜とか、チューブがいっぱいありますよ。今どれもいいかな。あんなもんばっかり買ってんだよ。あ、そう、ニンニクチューブ、そう、そうそう、みんなそうだよ。わかる？余分なもんばっかり買って金使ってるの。バカだと思わない？しつこいな、本当に。あのうち見りゃわかるだんべ。自分のうちをあんな汚くする予定やろ。笑うで。親が泣いてるよ今、うん、ありがとう、ありがとうね、このクズ、こんなクズいいね、ありがとう、ねねちゃん食べてって、ありがとうね、私のクモね、ねねねちゃん悲しいね、かいぐって嘘、やっけーだーってね、平家さんこんばんはって、ありがとう、平家さんサムネ変わったね、うん、今度アップになった、ワンちゃんありがとう、うん、こっち平家さんこんばん、ポンポンありがとう、ありがとう、うん、イベント盛り上げたいさ、10倍ポンポンありがとう、それが、それ食べんの、許せねえな、でな、それ食べんの、うるせんだよいちいち。口きたくねえよお前とは。お前とは口きたくねえ。嘘の塊だから、もう口きたくねえ。俺が作ったもの食いたくない。俺が作ったって、これは俺の金で買ったんじゃねんかい。俺が作ったもの食いたくないって言ったの吉江さんじゃん。そうじゃねえよ、俺の金で買ったんじゃねんかい。金がなきゃあれじゃねえの、買えねえんじゃねえ、違う、俺が作ったもの食いたくないとかな、食おうとしてない。腹減ってんだよ。夜ご飯食ってねえんだよ。納豆はいらない、一日喧嘩しないわ、納豆はいらない、ね、笑ってね、これだけ足りんのよ、先生聞いてんのか、関係ねえよ、お前なんか口も近くねえや。マロちゃんご飯最低でも食って来てもらいたいね、そうだね、ね、買ってきてもらいたいよね、マロちゃんね、行くって言ってたんだよ、でもね、やっけだって、めんどくせえってよ、めんどくせえで人生生きられないよね、ありがとう、平家さんお帰りなさいって、ありがとうございます、ありがとう、平家さん、ありがとうございます。お前がお前がお前が、アラブの石油を、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、トーマス、こちら、ハート、ハート、スペシャルハート、ありがとうございます。平家さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ミクリちゃん、お帰りなさい。ありがとう。ありがとう。お金あっても、買いに行く人いるでしょうって。何、お金があっても買いに行く人もいるです。まあこちらうなぎさん、うん、ジェルハートだー。腹減ってる場合には食わないしね、うん、腹減っててさ、目の前にそんな食い物あったら飛びつかないですか。平家様ハートナイスでございますって、ありがとうございます、ありがとう。腹減ってんだよ、腹が減りすぎて、あのガキがそばにいるとムカつく、何もできねえ野郎だから、買い物も行けねえバカ、ズーズーしよう。あ、これでね、自分で食べたもん置きっぱねで行くかね、絶対私に片付けさせるから、おいっぱいなる、あ、なったらこの子は逃げるよ、そうでしょ、お腹いっぱい、これは台本でしょって、竹ポンさん、そんなことねえよ、もう疲れてる、私は本当にリアルなのに異常すぎて台本に見える、私大嫌いこの子、大嫌い、本当にリアルなのに普通の一般的なあの感覚からしたらあまりにもあの異常すぎて台本に見えてしまうんですよ。それだけロシアさんが異常なんだ。私異常じゃないよ。お味爽やかちゃん、お味の方はどうですかって。そうね、マヨネーズがさ、からしが減ってない方がいいな、どっちかっていうとな、普通のマヨネーズがいいよね。
腹減ってるからうまいよ、うん、ね、だって仲いい時あるじゃんってね、うん、そりゃ買い物か買って買ってきてくれればいいけどさ、うまいよ腹減ってるから何も食ってねえんだよ、悪いけどね、こんな空腹はないで、はっきり言ってね。ちぢれ麺、ちぢれ麺ね。それな、俺が作ったもの食わないでなかったの。俺が作ったんですけど。俺が買ったんだけど。あの、俺が作ったものをね、あの食わないって言ったの。日本語理解できてます。そう、パンパンちゃんね、お腹つくとイライラするね、ほんとだよね。さわやかちゃん、うまい、いただきました。ドーナツはやらないのね。うん、ドーナツやるほど閲覧ないんじゃない？そうだね。ないよ、さわやかちゃん、うん、閲覧が5ぐらい増えるからね、ね、うん、エチュランがないよ、鼻つくとってね。そうよ、もういいんだな、疲れた。コーラそっこ置いてありますよ。もう行っちゃったで、見てあれ、あんな散らかしてね、見てあの散らかしをね、逃げた、ね、見てカップ、見てあの散らかすよね、すごいでしょ。破ったもんもみんな置きっぱれね、ああいう子なんだよね、置きっぱなしだって。そうでしょ、逃げた、ね、いつものいつものパターンだよ、あんなバカだから、わかる、うん、ゴミぐらい、うん、捨ててください。そうだよね、うん、変わってるね、ああいうバカは世の中いねえだよ。あれでさ、38歳だよ、笑うよ。明日のご飯あるのって、あ、ねねちゃん、うん、明日、うん、カップラーメンあるよ、だから明日買い行かせるよ、うん、ね、あの、まあね、やればあるんだよ、なんでも。私ね、こう作るの良いじゃないのよ、だからね、できたもん買ったのが一番いい。あの、例えばさ、あれでしょ、これお湯ささなくちゃできないでしょ、こういうもんじゃなくってさ、やっぱりさ、あの、お好み焼きとかあれ買ってくればすぐ食べられる、野菜も入ってるね、楽でしょ、うん、私みたいな大人な人間はそうにするしかねえんだよね。作るの嫌なのよ、うん、天ぷらもいいね、まろちゃん、たまにはね、そうスープちゃん、焼きそば美味しいねって、そうね、うん、ポイミちゃん、ポンポン3個ありがとう、平家さん、ポンポン2個ありがとうございます、ありがとう。平家さん、ワンちゃんがアップになったね、うん、今度ね、うん、サムネ変わったね、平家ちゃんね、そうだね、かわいいね、うん、甘さこちゃん、あ、なに、ポンポン3個ありがとう、ありがとう、はいって、そうだよね、平家ちゃんね、うん、まさしさん、よしみほちゃん、味噌ポテト買ってくんねんだよ。スープちゃん、メガホン16個ありがとう、ありがとうね、ありがとう。あ、イベント盛り上げたいさん、ポンポン3個ありがとうございます、ありがとう。まろちゃん、いつも夜ご飯が遅いの理由がありますかって、うん、別にないよ、うん、うん、私さ、うん、で行ってきたから今日、うん、
あ、まさこちゃん、ナイスでしたよ。ありがとう。いつもありがとうね、まさこちゃん。ね、ねねちゃん、味噌ポテトはフジマートだけ。そうだよ。だからね、今日ね、フジマートとね、お好み焼き買ってきてくれたらね、両方行くが面倒だーっつってさ、フジマートだけだらーって言っといて買ってきてくんねえだろ。言ったこと実行しないんだよ、ねねちゃん。あの子は。そう、ね。困ったいね。おじいさんだって食うもんね、べ、明日。バナナとおにぎりって言って。あいつね、買ってこねえよ。ダメだよ、やっけ狩りだから。あ、まるちゃん、この時間、お腹すきますよ。そうだね。カツくん、こんばんは。ナイスをしたって、ありがとう。ありがとう。あ、バカガキだよ、冗談じゃねえよってね。あ、ネギちゃん、こんばんは。こちら、ポンポンさん、こ、ありがとう。あ、まさこちゃん、こちら、KP 急行、ありがとう。ありがとう。あ、ネギちゃん、ナイスポチーって、ありがとうございます。ありがとう。まさこちゃん、超いいね、ごこ、ありがとう。ありがとう。まさこちゃん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。アスカちゃん、こんばんは。いつもありがとうございます。ナイスです。ありがとう。ありがとうね、アスカちゃん。あ、みぐりちゃん、今日あったかかったね、アスカちゃんね。みぐりちゃん、明日は手作り料理配信かな、わかんない、まあね、休みの時ならいいよ。今日はデイ行ってきて疲れてるでしょ。で、デイの行く前の日に料理やれたら困るよ、私ね。デーの日と前の日はお料理困るよ。そうだよね、ねねちゃんね。大人になって親のありがたみ分かりますね。そうでしょう、かずよちゃん。ね、かずやちゃん。さくらさん、こちら、なに、まさこさま、アイテムでございますってね。ねねちゃん、冷めると味落ちるから、ね、食べて。ありがとう。アスカちゃん、最近挨拶ばかりでごめんね。大丈夫ですよ、アスカちゃん。ありがとうございます。マロちゃん、例の前は早く寝たいですね。そうなんですよ、だからその日はね、料理やっちゃ困る。あの時片付けて寝たんだよね。でもみんなが片付けしていいよって言ってくれてさ、でも5時間は寝てるからよかったよね。ほんで今日さ、30分なんで、うちデイが来たんよ。5分前ぐらい、25分。割と早かったんだよね。だから私も慌てたよ。ダメ男ですってね。ポンポンさん、こう、ありがとう。ダメ男さん、初コメって、ありがとう。初コメさん、よろしかったらナイス。よろしくお願いします。え、みぐりちゃん、それわかりますよ。疲れて、デイは。しんどいですもんねってさ、疲れる時あるよね。あの、例えばさ、お風呂に入るの、洋服脱いだり、着たりは疲れるよ。お風呂に入っちゃうとね、結構いいんだけど、お風呂が一番疲れる。あの、気持ち綺麗になるんだけど、脱いだり着たりが大変よ。足が曲がんないとね。そうなのよね。イベント盛り上げたいさ。ポンポン、ナイス、ありがとうございます。ポンポンとナイス、ありがとう。こちら、ポンポンさん、こう、ありがとうございます。あー、天田さん、I love you。 まろちゃん、お風呂は体力使いますね。そうなんで、疲れるんだよね。綺麗になるけどね。そう、さわやかちゃん、入れてくれるのは、当然、女性職員さんですよね。男もいるよ。男もいるよ。あ、いるよ。ね、いるわよ。ね。早起きしないという時限って寝られないことあるよ。そうだよ。いくら本人が寝たくてもね、遅刻したら困るっていつも思うことあるよ。ね。さわやかちゃん、え、ひどい。裸見られちゃうのかって。そうだよ。イベント盛り上げたいさん、ポンポン参考、ありがとうございま
ありがとう。パンパンさん、あ、来週から朝から仕事ですよって、そうなんですか。朝から、うん、大変ですね、うん。頑張ってくださいね。パンパンさん、ありがとうございます。これでイベントさん、ポンポンさん、こう、ありがとうございます。ありがとうね。うんうんうん、これ結構量があるね、うん、まさこちゃん焼きそば食べてくださいありがとう笑うってね、うん、ありがとうまさしさん俺も焼きそば食べたいよね、うん、ただか最初は恥ずかしかったんだよねそうだよ今は全然大丈夫だよね。うん。うん。大丈夫。うん。ね。平気よ。うん。自分でできないんだから、やってもらえばありがたいよね。そうだよね。うん。で、みんなね、最初は抵抗あると思うよ。今日新しい人来たのよ。おばあちゃんでね。うん、若いよすごいわけあのね97だってすごい若いうんね急に足が痛くなったみたいうんみくりちゃん私が勤めてたではね女性は女性職員だったなそうなんですか本当うんあまろんちゃんポンポン参考プレゼントってありがとう初コメってありがとうね、うん、マロンちゃんよろしかったらナイスよろしくお願いしますありがとうございますねありがとう、うんうん、なんかカレーなこれからしマヨネーズってよくねえな普通のマヨネーズがいいわねうん、うんたぬき1万号さん、ね、よせさんこんばんは焼きそば美味しそうですねってこれインスタントですよ、うん、辛くてね、うん、なんかもう辛子マヨネーズって嫌ね、うん、普通のマヨネーズがいいわよ、ねうん、うまいけどね、うん、ありがとうねポンポンさんこありがとうたぬき1万号さんありがとういつもありがとうね、うん、ありがとうねああなんか寒くなったね今日もねダンボもっと強くするかうん。慎吾ダメだよ買い物行かねえんだもん私ねあのヤオコのさお好み焼きが好き、うんあれすぐ食べられるしね、うん、こういうのはさ作んなくちゃだから私体が弱いからねお湯入れたりやったりは大ごとだよにゃんこの餌ぐらいはくれられるけどね、うん、イベント盛り上げたいさ10倍ポンポンありがとうございますありがとうねありがとうねうんうんこれ作るだけで大事だよ、うん、こんなの作るめんどくせえよ、うん、すぐ食べられるもんが一番いいね、うん、ありがとうかずやちゃんよせさん見てるとおかんのこと思い出して会いたくなりますよそうなの、うん、お母さんのことそうなのうん、ありがとうね、うん、トロロだよってスーパーは一人で行けるのって私行けないよ歩けないんだもんだって杖がなくっちゃこれ見てこれだよ、うん、ねこれがあるから歩けるトイレ行けるそうよね
みくりちゃん体も痛いしバランス取れないし大音だよってね。そうね、うん、ねねちゃん八尾港って遠いんでしょ、車で何分。そうね、そうね、30分か20分か30分だね。うん、藤間とは近いよ。うん、藤間とは近い。そう、八尾港はね、長瀞、上長瀞、親花、うん、3駅か2駅だね、こっからね。うん、そう、のぶちゃん美味しそうだってね、ありがとう、ありがとうね。あ、スーパー関ワルへ、あの子はやっぱりバレの片付け、ないヨタックスだよってね、うん、そうね、うん、のぶちゃんメガホン3個プレゼントしたって、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、うん、まったくね、大事だね、本当だよね。うん、ありがとうね。うん、お腹すいちゃったよね。あの子よ、頼るで困るよ、なんとかならないかね。ね、普通の人間にさ、あ、イベント盛り上げたいさ、ポンポンさんこうありがとうございます、ありがとうね、ありがとうね、今頃ご飯食うのねやな。まったくね、買い物行くって言って行ってくんねえんだよね。え、みくりちゃん、よせさん甘えてるのかもね。そうかね、うん、ね、かず、うん、かずやちゃんありがとうございます、また必ず行きますって、ありがとう、ありがとうね、うん、うん、あの子はやっぱり何パレのヨタックズだよってね、うん、ナナシのイベント盛り上げたい、ポンポンありがとう、ありがとうね、カズヤちゃんはい失礼しますって、ありがとうね、ありがとう、うん、ゆっくりね寝てくださいね、ありがとう、うん、うん、まったくね、大変だね、生きてくってね、まったく考えられないな、ちゃんとお金払ってないんでしょ、あの人ダメだよね、自分のね、やったことは自分で解決しないとね、ね、ダメだよ、あいつね、年中支払いが来るんだよ、見ちゃうんだよ全部、私ね支払いの、見ちゃうよ、あやちんさんこんばんは、ありがとう、こちらポンポン参考ありがとう、みくりちゃん甘えん坊のしんごくんだ、そうかね、イベント盛り上げたいさ、ポンポン参考ありがとう、ありがとうね、うん、イベント盛り上がったりした、
ポンポンさん、こうありがとうございます。ありがとうね。 YouTube 見てきたよ。ガラブってそう、うん、さっきの、うん、さっきの配信のそうなん、うん、にゃんこちゃんいっぱい来たね。ね、うん、にゃんこちゃんのアイテムがすごかったね。困ったね。ね、エリンダベンシーとね、アイハラーってね、いっぱいにゃんこちゃん来たよ。いつになったら止まるんかなーとも困ったよ。ね、うん、お好み焼き食いてえな。買い入ってくんねえんだよな。ダメですよね。あ、イベントさん、ポンポンさん、こうありがとう。みくりん、みくりちゃん、りんごくんは、妖精さんがいろいろしてくれると思ってるのかもってね。うん。ねえ。私だってさ、限界あるでね。そうでしょ。だって親の年金さ、使われたんじゃ困るじゃん。ねえ、生活に持ってけなくちゃだ。ねえ、使われたらさ、困るよ私。土地の名義私に変えなくちゃでしょ。ほ、なんだっけ、父親の土地になってるから。ねえ、私の名義に変えないとね。3年後罰金取られるんだって。令和9年3月31日までに、うん、だからそれ買えなくちゃなの私はね、うん、うちにお金使わないと困る。あの子に取られたんです。そうでしょ。38歳でさ、親の年金使うなんて間違ってるよ、うん、ありがとう。イベント盛り上げたいさ。10枚ポンポンありがとうございます。ありがとう。あ、ななちゃん、ポンポンさん、こうありがとうございます。ありがとうね、うん、ありがとう。あすかちゃん、いつもありがとう。カッパー、カップ焼きそば食べてるところ、すいません、ありがとう。ナイスよ、ナイスって、ありがとうございます。あすかちゃん、ユニークですね、面白い。ありがとう、ありがとうね。ポンポンさん、こうありがとうございます。ありがとう、ナイスとポンポン、ありがとうございます。ありがとうね。今日も暖かかったね、アスカちゃんね、うん、ありがとう。カッペ、カッパ、何カッパ焼きそば、カッパって言った私、言った、うん、ねねちゃん、うん、本当カッパ焼きそば笑うって、本当私カッパって言った、うん、言ったね。笑うって、そうですか、アスカちゃん、ほな、ねねちゃんカッパって言った、うん、じゃあさくらちゃんみたいだな、うん、盛り上げにゃんこちゃんをな、うん、もうなんだっけ盛り上げにゃんこちゃんって、さくらちゃんもね、笑うってね、うん、パンパンさん、笑う、ゆっちさん、ナイスしました、ありがとう、ありがとうございますね、ありがとう、うん、カッパ焼きそばって言ったん、ほな、あ、うん、もうね、年取るとね、自分で言ってることがね、間違うことあるよ、確かにね、うん、本当だよね、うん、全然間違ってるよね、私ね、うん、あ、アスカちゃん可愛いからいいよって、どうですか、うん、ありがとうね、うん、もう、うん、カッパ焼きそばね、うん、年中間違うんだよ、なんか、うん、
あの子が来るとね、頭痛くなる。うるせえから。あんだけ散らかしていくんだよ。だから私また片付けなくちゃ。ね、うん、あの子いつもそうなの。イベント盛り上げたいさ。ポンポンさん、こう、ありがとうございます。あ、みーちゃん、よせさん、こんばんは。ありがとう。ねねちゃん、ポンポンさんって言うのも、かわいいよって。そんな、うん、言ったね、私ね。うん、ポンポンさん、ありがとうって言うもんね。うん、イベント盛り上げたいさーんって言おうと思ったら、ポンポンさんありがとうって言うよね、いつもね。うん、わかる。うん。2回ぐらい言ったよ。ね、うん。あれーと思ってね。そうだよ。うん、ね、ちょっとね、年取るとね、うん、集中力欠けるね。ほんと。うん。間違うよ、いろんなこと。うん、あ、みくりちゃん、かわいいよって、そうですか。うん、ポンポンさーんって言っちゃうんだよ。ほいでさ、漢字とかあるじゃん。漢字もさ、普段読める漢字なんだけど、読めねえことあるよ。ほんで、後からさ、読み直そう。うん、ああ、読める漢字をなんで、あれかなって忘れんだよね。ど忘れするの。そうだよ、うん。読める漢字をね、後から考えて言うんだよ。忘れることいっぱいあるよ、年取ると。やだね。うん、やだよ、ね、恥ずかしいよ、うん、あ、何かわいいよって、そうですか、どう、うん、コーラにカップ焼きそば若いねって、あすかちゃん、そう、うん、だってさ、ご飯とさ味噌汁、うん、あとなんだっけ、納豆、厄介だよ私、足悪いから、そんな細かいことダメなんだよ。簡単なもんが好き。うん、食べるのね、うん、コーヒーだな飲むよ、わ、うん、かるわかるって、そうでしょ、うん、具合悪いとね、うん、これお湯すすいでさ、お湯こぼしてさ、この中入れるなんて厄介でダメだよね、うん、体が良ければやるよ。ね。具合悪いと大変なんだよ。ね。うん。考えてみると本当、年寄りカップ焼きそばとコーラってないよね。そう。確かに。うん、私味噌汁作るのも厄介。何も厄介になっちゃう。ね。うん、福ちゃん、ありがとうございます。こちら10倍ポンポン、ありがとうございます。福ちゃん、ありがとう。ありがとうね。うん、あ、フラー先生、いつもありがとう。食べててごめんね、うん、皆さん。女性さん、デイサービス、お疲れ様でしたって。ありがとうございます。ありがとう。ね、こちら、あれです。ワインで KP、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今頃ご飯食べてます。シンゴがね、うん、買い物行ってくれるって言ってさ、行ってくれなかったのよ。ね、うん、な、食べるもんないから、カップ焼きそば。ね、食べてるとこ、ごめんなさい。こんなことないですよ。ありがとうございます。ありがとう。ね、今日もあったかくてよかったですね。ね、うん、今日行ってきました。頑張ってきました。うん、でも楽しかったですよ。あ、塗り絵、塗り絵。ね、塗り絵見てないよね。フラー先生とアスカちゃん。塗り絵見てない。あ、塗り絵。ありがとうございます。これ今日の塗り絵ですね。これね、うん、これですね、見えるかな、あ、見えるかな、信号がね、これ移動したからね、うん、これね、フルーツです、フルーツ、うん、ありがとう、うん、これ、果物かわいいって、ありがとうございます、
浦田先生、ああ、かわいいですね。ありがとうございます。こちら、ね、フルーツですね。ぶどうと、りんごと、柿と、あと、あれ、なんだっけ、栗。栗ですね。はい、今日の塗り絵です。ありがとうございます。ありがとうね。浦田先生、バーガーありがとうございます。バーガー、バーガーありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう。果物かわいいですね。ありがとうございます。ピーコちゃん上手だなって。アスカちゃん、きれい。秋の味覚だって。ありがとうございます。ありがとうね、アスカちゃん。アスカちゃん、酔っ払いの、酔っ払いに見てごめんね。ね。白髪の酔っ払いってね。そう。おいしい。あれ冷やしそばでしたよね、アスカちゃんね。そうですね、うん、ありがとうね、うん、ありがとう、うん、ピーコさん、牡蠣に影、光があった気がするよ、すごいって牡蠣、うん、そうそう、うん、牡蠣ね、うん、あ上手だ牡蠣ね、これそうよ、牡蠣リンゴもいいでしょね、うん、あ一色じゃなくて、いろんな色を混ぜます。私は。ね。こちら、綺麗だって。秋の味覚。ピーコちゃん、柿に影光るがあった気がするって。そう。柿、うん、これ柿よ。ね、うん。栗もあるんだよ。その横に栗。ね、栗があるでしょ。ね。うんいろいろね、いやテストもいろいろしましたよ、テスト、うん、みくりちゃん、吉田さん前にね、えくり入れたの思い出した、大音だったよねって、鍋いっぱいだもんね、一人で食べたんだよ、あの栗すごいでしょ、うん、まさしさん、よっちゃん何回見せるんだよって、だってさ、ね、今、ね、あれ、で、フラー先生とアスカちゃん見てないよ、まだ。うん、そうだよ。うん、だからだよ。さすが、だからと、セクシーだーって、そんなことないよ。うん、これ、これ、足掛け団ってわかる？これ簡単よね。足掛け団わかる？でかいカラオケしましたか？でカラオケでかいカラオケじゃない、でカラオケしましたかってチルーさん、やったよ、うん、やったよ、うん、カラオケしたよ、うん、気遣いないのヨセさんってね、気遣いのヨセさんだってね、ありがとうございます、うん、これ足掛けなんて簡単ね、これね、矢印の足せばいいんだもんね、矢印ごとね、足掛けなんてね簡単よね、すごいね、簡単ね、これね、今日は満点だったけど、いつも満点だけどね、このくらいはできるわよね、うん、うん、ありがとう、ありがとうございますね、うん、あ足掛け算できない人もいると思うよ、そうですか、アスカちゃん、ほんと、イベント盛り上げたいです、10倍ポンポン、ありがとうございます、ありがとうね、矢印を足せばいいのよ、簡単ですよ、これね、例えばさ、2と6足してね、8でしょ、6と1足して7でしょ、7と1足して8でしょね、その次は8と7足すのよ、8と7足せば15でしょ、次は7と8足せば15だから15と15足せば30、こういう感じね、うん、イベント盛り上げ大さん、私の実家は埼玉県本庄市ですよ、秩父三峯山神社に何毎年初詣行って、あそう、おそばを食べて帰宅します。寒くなりますが、お体は
お気をつけてください。配信頑張ってください。ありがとう、イベント盛り上げ大様、ありがとう。実家なんですね、本庄が。そうですか、三つ目神社行くのね、初詣に。そうなんだ、うん、ありがとうね、ポンポンさん、こうありがとうございます。ありがとう、おそば美味しいですね、うん、ねねちゃん、買い物の計算は最近ないのって。うん、あれないね、うん、あのいろいろなねプリントあるんだよね、ねちゃんね。A さんが何々買って合計いくつとかね、そういうのもあるけど最近はないね、うん。間違い探しもやるんだよ、間違い探し面白いね、うん、ね、面白い、うん。あ、イクミンちゃん、ヨセさん、こんばんは、ナイスポチー、ありがとうございます。こちら、あ、こちら、なんだっけ、ポンポンさん、こう、ありがとう、ありがとう。イクミンちゃん、今日お休みだっけ、なんか休みって言ってたもんね、うん、あ、デイサービスのお仕事してんだよね、イクミンちゃんね、ね、偉いね、うん、ありがとうね、いつもありがとう、イクミンちゃん、ありがとう、ね。こちら、黒玉ちゃん、ポンポンさん、こう、ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう、うん。足掛けなんてね、簡単よね、こういうのが一番いいよね、うん。エイブちゃん、ヨシエさん、こんばんは、ナイスしました、ありがとう、イブちゃん、ありがとう、遅くなりました、おやすみなさい、ありがとうございます、ありがとう、いつもありがとうね、ありがとう、うん。足掛けなんて私一番こう早くできるね、こういうのがね、こういうのが一番いいよ、簡単なもの、こういうのはね、こういうのは間違いやすいのよ、こういうのは間違いやすい、これ7たす5とかさ、簡単だよ、12でしょ、簡単だけどさ、引き算が混じってんだよ、途中に引き算、うん、途中でね、足し算ずっとやってるとちょこっと引き算が来る、そういうの間違いやすい、うん、こういうのよりさ、まだこういうのが早いよ、うん、足掛けなんのが簡単だよね、こういうの間違う時ある、ありがとう、剣の舞さん、いやーってありがとう、剣の舞さん、いやーってありがとうございますね、こちら、初コメってありがとう、初コメさん、よろしかったらナイス、よろしくお願いいたしますね、ありがとうございます、ありがとうね、うん、エイブちゃん、ポンポンさん、こう、ありがとうございます、ありがとう、みくりちゃん、ヨセさん、頭の回転、若いもの、何、うん、どこ行っちゃった、あれあれ、うん、ヨセさん、頭の回転、うん、若いものって、そんなことないよ、間違うよ、年中、うん、間違う、ね、うん、イベントさん、盛り上げ、ポンポンさんっていうことあるよ、ね、アールちゃん、ポンポンさん、こう、ありがとうございます、ありがとう、イベント盛り上げたいさ、ポンポンさん、こう、ありがとうございます、ありがとうございますね、うん、ありがとう、皆さん、ナイス、今日ね、夕方7時半からやったからナイス少ないね、いつもより、でも多いよね、夕方やった割には、皆さん応援してくれてるからありがたいね、うん、ありがとうございます、うん、おしん、うめえかーって、おしんってアンチじゃない、いつもそう思う、流しな、イベント盛り上げたいと、ポンポンさん、こう、ありがとう、ありがとうね、うん、おしん、アンチやろうかって、うん、アンチやろうか、うん、どうもね、うん、
おしんさんアンチのような気がする。まあ、うん、牛乳のあれだよね、サムネだよね、うん、なんとなくね、うん、ナイス押してるでってちょっとわかんない、うん、なんとなくね、うん、ナイス押してくれてるの、うん、どうなん、うん、いくらかお腹いっぱいになったよ、うまいのーためにね、ほなおおねーないやろって金ないやろって何私に金ねっつってるん、失礼ね、あんた。いや私失礼だろよ、金ねえからな、そうそう、そういう方ねえべ、違うかい、アンチじゃないかい、違うかい、金ねえはせがれだよ、失礼だ、そうだよね、ナイス金えなるんやろって、うん、こうだよ、ナイスは金になるよ、うん、みんな競争してるじゃん、違う、みんな本気だんべ、うん、1位取ればないいもんな、うん、そうだんべ、ハチさん、ケイピープレゼントってありがとうございます、ありがとう、おいしい、おいしいやってるんだよ、ちょっとアンチのような気がする。うん。ねえ、うん。だって普通さ、応援してくれる人がさ、押してやって、やってるんだよって絶対言わないと。うん。おばんちゅうさん、よせさんってありがとう。焼きそば、おいしいですか。うん。まあまあね、うん。これさ、マヨネーズが、からしが入ってるからね。嫌なのよ、うん、アンチではないよって、そうなん、アハチさんありがとう、おばんちゅうさんナイスに来たよって、あ、おばんちゅうさんじゃねえ、ごめんね、おばあちゃんナイスに来たよ、こっち間に合ったって、ありがとう、うん、ありがとう、ね、ハチさんサムネ2つあったね、元に戻ったね、ね、ありがとう、ありがとうね、おいしい、よせがかわいいからおいしいやってるんだよ、男、おいしいさん男、うん、ハチさん今日は日付変わったら早く寝てね、デーデー疲れたでしょ、ありがとうございます、ありがとう、おいしい男だよ、ハチさん2人、うん、え、今見てきたよ、一姉さんってね、225さ、そうでしょ、うん、だってね、私引かれてるもんね、そうなん、3位、猫町さんと、え、あ、364、そうなん、え、何、4位ねるさんとのさ575、そうなん、猫町さん3位になった、ほんと、え、ねるさんが3位だと思ったら猫町さんが来たんだ、すげえな、うん、あ、姉さんとは225違うよね、やっぱり違うよ、だって100から引かれてたらどうしようもないもんね、毎日ね、そうだよ、うん、そうか、姉さんつね、まだ引かれてるからね、あ、猫町さんも結構頑張ってきたね、うん、ネルさんが3位だったもんね、前ね、そうだね、うん、ちょっと油断できないね、そうですね、アスカちゃんね、ほんとね、猫町さんってね、結構ね、うん、あ、ねねちゃん、ハチちゃんってね、ハチさん、ねねちゃんこんばんはってね、あ、油断できない、うん、ヨホちゃん頑張ってくださいって、ありがとう、初コメってありがとうございます、こちら
ポンポンさん、こうありがとう。ようちゃん、よろしかったらナイス、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうね、うん、ようじゃないな、本当にね、うん、あちさん、日付変わったらまたナイス押すからねって、ありがとうございます。ありがとう。こちら、ようちゃん、ナイス押しましたよって、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。ふわふわちゃん、油断できませんね。え、猫町さんにね、そうですね、ほんとね、うん、おじいさん、よしえは頑張ってますから、お押してますよって、ありがとう。そうなん、うん、沖縄のマーヤちゃん、ポンポンさん、こうありがとうございます。ありがとう。ベネちゃん、猫おまさんだよって、そうなん、猫まさん、うん、そう、猫まちゃん、ありがとう。猫まーさんだって、ね、猫まちさんじゃないよ、そうなん、ありがとう。猫まさん、うん、おとちゃん、よせさん、ナイスに来た、今日も配信ありがとうって、いつもありがとうね、おとちゃんね、うん、ポンポンさん、こうありがとう、ありがとう。おとちゃんはね、うん、あれ前、おとちゃん、おとちゃんって言ったんだよね、俺ね、俺だって困った、うん、私言ったよね、うん、おじさん、おとちゃんだったんだよね、うん、ね、おとちゃんっていつも言ったもんね。ありがとう、ありがとうね、うん、ふわふわさん、友達知り合いにナイス頼んできます、ありがとうございます。ありがとうね、ふわふわちゃん、ありがとう、うん、おしんさん、頑張らなきゃね、なんないよ世の中って、そうね、うん、そっか、うん、金なんね、頑張らなきゃ、そりゃそうだってよ、普通の仕事だってなんだってそうなんだよ、慎吾さんみてえに遊んでたんじゃ金にならねえよな、ほんとだよな。なんくるちゃん、なんさいって、私76だよ、76ね、やだね、年取っちゃってさね、やだよ、うん、若い時の写真見せてよ、だよ、昔に帰りたいよ、うん、もう鏡見るも嫌だね、ほんと嫌だね、鏡見るも嫌ね、うん、何歳って76で嫌になっちゃうよね、うん、ほんとだよ、若い頃はね、こんな感じなかったけどね、いや、全くね、旅館にいた頃が一番いいな、32ぐらいの時、あの時最高だったな、人生、うん、まあ頑張れってね、おしんさん、うん、慎吾も新年あるから、あ、化けるかもなってな、うん、慎吾も新年あるから、化けるか、うん、化けるもなって、化けるもって何、新年あるから化けるかもなってな、まあ頑張れってな、うん、面白いね、おしんさんってね、うん、七瀬のイベント盛り上げたいさ、ポンポンさん、こうありがとう、イベント盛り上げたいさ、ポンポンさん、こうありがとう、ありがとう、ありがとうございますね、ありがとうね。今日は7時過ぎからやったからさ、ナイスね、少ないもんね、でもその割には多いでね、ありがとうね。私の引かれちゃうからな、ナイスな、100いくつ引かれちゃうもんな、きっと。姉さんは引かれねえでしょ、引かれても50ぐらい、50。おしんさん、人生いろいろだって、ほんとね、いろいろね、すみれちゃん、なんで引かれちゃうのってね、ほんとだね、うん、
100いくつ引かれたらでかいよね1日ね、うん、でかいよすごいよね、うん、だからね、うん、あれなんだよ、うん、引かれるからあれなんだよ、うんと引かれればさバーッと落っこちるもんねそうだよね、うん、100いくつも引かれたら追い越されちゃうよダメだよ、うん、引かれなければ結構強いんだよね、みんな応援してくれるからねなんで引かれるのかな、うん、参っちゃうね、うん、まだまだ、はあはあ、なんで引かれちゃうんだろうね、うん、嫌になっちゃうね、うんあれかな20もう11時か12時になるんだねそろそろね、うん、全くね明日からでもねちょっとゆっくりできるからいいよね遅く寝てもね、うん、よかったよあとは医者だよ12時12月19日だったなお医者さんはたまちゃん寝てるのかなたまや、うん、ねえなんでなら引かれちゃうんだろうね、うん、人生いろいろだそれはまた人生だってねあちさん今日は痛み止め飲んだの飲んだうん仕事行く前ね仕事やねで行く前ね飲んだよ、うん、4つ飲んだよ、うん、血圧でしょ血圧あとは胃薬、うん、あと血液の薬ねあとは痛み止めね、うん、まあ世の中金じゃないって、うん、そう、うん、そうだな、うん、金が、まあればなんとか回るような確かに、うん、金は必要だな、うん、確かに、うん、金ねえと不安だな将来が、うん、まあ世の中金じゃないってならよかったってねハチさん、うん、確かにね、うん、金じゃないよつうことって何金じゃないよって、うん、あと少し頑張ってってそうだね、うん、今少しはね頑張って眠くなったね今あそろそろ眠いってねおばんちゅうさよしさ寝たいねって帰れるだんだよくなっちゃったよおしんさん帰れどんどん寝れよどんどんってな あと少し頑張って
ってそうだね、最低限のお金があればいつかとやって、うん、食いすぎたよ。よしよし、本気ね、モードかなってね、静かまぼこさん、よしよし、風邪ひきますよね、ポンポンさん、こうありがとう、たくやかまっちゃん、ありがとう、あっちゃん、ポンポンさん、こうありがとう、あつこめ、ありがとうございます、あっちゃん、ありがとう。